ちょっとあのリコーディングして皆なさんのために <laughs> はいじゃるぞ、はいえっと、最近はオミクロンが多いので皆なさんは病気ですねちょっと先輩すれ、ね、<laughs> はいはいはいちょっと待ってくださいはいシャスクリーム <laughs> はいえっみなさん見えますかまだ<ー>まだで、ね、す はい。オッケー、見えますよ。待ってください。あと、皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。えと、最初は、えっと。<coughs> ちょっと待ってくださいちょっとラッキーです。<laughs> 私の声声を聞こえますかはい、聞こえます。<laughs> ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。 すみません。<laughs> ちょっと遅いです。うん大丈夫。他の人、準備してね。うん、えっと実は、えっと、他のニュースあ,ーありません。で,でも私はこのこのトピックは病気なので、このトピックこのトピックの症状をたくさん <laughs>。 Uh, 調べました。だからた多ん、uh, このトピックを、uh, 皆さんに説明したいと思います。えー、どうしてかなえ

なんか止まってるんですけどもう一回じゃあ,あのオフにして、あのー、共有画面共有画面をオフにしてもう一回やったらはい、はい、えっとえっとこれはなんかバラさん Freezun niateru miraiですね, uggokanai ne. Eto, cotto barasan, sakini finasan yate moraoka, ne? Barasan, finasan o nengai si mas, finasan o atau barasan? Iya, kini serp-screen sih. Dojo, serp-screen itu gamenkyo you desne nih Hongode, gamenkyo you. Oh, serp-screen mas. あ見えますかはい、見えます。どうぞ。<laughs> はい。私は実は自信がないんですが。<laughs> うん、大丈夫、<laughs> 勉強これは。<laughs> はい。 はい、皆さん、こんにちは。私はピノと申します。はい、今回はコロナウイルスは学生にあまり悪影響を与えないという嘘について発表させていただきます。はい、新しいコロナウイルスが移することを心配して、 学校を休んでいいる子たちが大勢います NHK は大きな市や東京都の区を調査しました。この調査は夏休みが終わってから10月の初めまでにして16の役所で実施されました。うん、この調査の結果は3つあります。それは140に家庭。 自主的に進んでいる子供がいるし、14家庭、子供とか家族に病気がいるし、そして最後は全部で約730人の小学生と中学生が学校を休んでいることです。どうしてこんなに大勢いますか一つのりは自分や家族に 喘息などの病気がある子どもが、ウイルスがうつることを心配して、学校を休んでいました。4か月ぐらい学校に行っていない子どももいました。次は、学生に対するコロナウイルスの核影響の結果。一番、家で勉強することによるストレス。 全ての子どもは学習に適した家庭環境を持っているわけではないし、教師や友人から直接,出すあ直接あの助,助けを受けずに、一人で家で勉強できるわけではありません。ため、子どもはイライラして、勉強に集中できなくなり、 ストレスになります。2番、ビルスの差別や悪口。新しいコロナウイルスがあの学校でうつったとき悪口を、悪口を言う人や学校の子どもの写真をインターネットに出す人がいて問題になっています。3番は、 会社で働く約束がなくなった学生が増えること。あの厚生労働省によると、今年の春、学校を卒業した後働く約束をしていた会社から約束をやめると言われた人は174人いました。大学生と短期大学生と専門学生は132人。 高校生は42人でしたこの中で新しいコロナウイルスの問題で役職がなくなった人は104人いました。高校生は21人、残りの83人は大学生などです。あのはい、さっきも説明した。 影響のため試みがなされました。あの3つあります。1学生の家に行く先生。コロナクルスのためあの休んでいる子どもたちが大勢いますね。このような子どもたちには、あ教師やあ宿題とかあのビデオとか 勉強にあげ,あ,げあげたり、オンラインで授業を受けたりしていますがあの、子供の家に行く先生もいます。2番は子供が弁護士に相談できるライン新しいコロナウイルスのため、あの家にいる時間が長くなって,って家族が 学校のこ校で悩んでいる子供がいます。はい、第2東京弁護士会は、LINE を使って子供たちの相談をあ聞くことにしました。親に渡されたことや、長休みのあって学校に行く心配があるときなどに相談することができます。3番。 ウイルスの差別や悪口をなくように学校で見る人見るあのオ。ウイルスの差別や悪口のため、あ病院で働く人やウイルスが移った時と,きと家,族家族への差別や悪口は、よくないと学校で たため国はビデオなどをしりました、はい、それではこのニュースから分かったことはコロナウイルスが学生に与える悪影響は不可解なことではありません家で勉強することでストレスを感じるということは学生のメンタリティに最も大きな影響を与えていることを示しています 行われた努力は学生旅学生を完全に助けることができませんでした。もっと知りたいニュース。教師に対するコロナウイルスの影響のについてお聞きしたいです。最後はインドネシアとの関係。日本と同じ、インドネシアの学生に対するコロナウイルスの影響は 浅いなことではありません日本で同じような試みもいくつかされていますが私を100%助けることはまだできません以上、えー、ですありがとうございますはいありがとうございますあのー、フィナさん良かったと思いますもう一回ちょっと最初からあのー、スライドを見せてもらえますか はい、えー、コロナウイルスは学生にあんまりえあ悪影響を与えないという嘘、うん、このタイトルもうちょっと,、えー、とシンプルにした方がいいかもしれないですね、えー、学生にはそうですよねという嘘、うん ああコロナウイルスは学生に、えー、あまりあまりはもうとりあえず消しといてコロナウイルスは本当に学生に悪影響を与えないのか嘘本当というタイトル面白いかもしれないですね。うん。うん はい、そういうふうに直してもらったら多分ちょっと面白くあなると思います。はい。だから <laughs> コロナウイルスって学生にあってとかね、もう話し言葉でもいいですよ。タイトルだからね。話しこあコロナウイルスって学生に悪影響与えてないのという。 で、嘘本当という、あの、タイトルいいかもしれないですね。はい。で、次、スライドにですね。スライド2の方は、えっ、ー、と、NHK の調査結果3つあります、うん。このスライド全体には、フィナーさんが、ますですという、 言葉とあとことことというあの文章というかねあのちょっと混ざってるのがあのよりねあのパワーポイントにあ,、まあったスタイルの方がいいかもしれないねつまり例えばここでは NHK の調査結果 NHK の調査結果 か3つはもう言わないで調査結果もう123というふうに3つありますというのはちょっとあまあ正しくないんじゃないんですけれどももうちょっとない方がいいかもしれないですね。 うん、なんで、えー、この NHK は大きなシート調査しましたという文書も、これは、えー、NHK の調査結果で、下に、えー、と大きな都市や東京都の区を調査した結果というふうに出てくるわですよね。で、1、えー、142家庭。 えー、の何々している子供まあこれはいいことだと思います。これ、あの、フィナさんあの、よくできてると思いますね。こういう子ども、えー、病気がある。病気が、家族に、えー、病気がある。というのは、これは子ども。 おが病気にななるかな病気があるというのがちょっと変ですよね日本語としては。なんで、えー、とこれ54家庭の中で1人2人子供家族が病気になることなのかこの大きなそうかこれは大きな町と東京

あこれだったら、自主的に休んでいる子供の、えー、142家庭とか、えーとえー、子供が、子供や家族が病気になる54家庭とかいう感じだと思いますよ。この文章はね。うん、つまり、後ろの方に持っていってください。次は、3、えー、つ目はね、えー、全部で約 えー700うん、全部ではいらないと思うけど約、えー、730人の小学生と中学生が学校を休んでいることということだったら OK、ね。全部ではいらないと思う。ね、<laughs> はい。ってことがいいと思います。はい。じゃあ次3つ目見せてください。<laughs> 学生にあこれ3つかという言い方はないので、えー、との3つとかですね多分だけれどもあ悪影響の3つ、うん、悪影響の3つという言い方があまり言わないと思うのでもうあの学生に対する、えー、コロナウイルスの悪影響 123というふうにした方がいいかもしれないですね。の3つかという、あのー、ところを消してください。で、ここ、<laughs> 家庭でのね。家庭でのとかね。家庭での勉強がとかね。あ家庭での勉強によるとかね。 うん、これちょっとややこしくなりますので家庭での勉強によるストレスっていうふうにもっとシンプルねッケ、okay? はいえー。はいで次はウイルスの差別や、えー、悪口これ OK、えー、会社で働く約束がなくなった、うん、働くあけえ約束契約かな Yaku soku ma, yaku soku demo, oke. Okay. Nakunata gakse nata gaksei. E, ga koto. Hmm, so desu ne. Uh, no, are desu yo ne. Um, yang udah uh, direkrut, ya, dijanjikan untuk direkrut, tapi dibatalkan begitu ya. Okay. Mm, so you imi desu yo ne. Kaisya de hatara... Uh, hata, uh, kaisya de hatara keru to nintei sareta ne ningtei ya yang sudah ditetapkan e kaisha de hatarakeru to ningtei sareta gakse e, sareta ga ya ningtei sareta ga kianseru sareta gakse ga fueru to ka ne so you so you fu ni kaita hou ga ii kamo shirenai desu ne hai um kore yokatta to omoimasu ato shusei onegai shimasu ne Hai, jadi, yon, 4は、こ,こあ、これね、心みがなされました、三つか。これも、あの、三つの心みというふうに。OK。ね。三つの心み、えー、学生の家に行く先生。あ、これは、んー、まあそうね。OK。えー、子供が弁護士に相談できるライン。はい。ライン、ーえっ、ー、と、まあラインですよね。 SNS ですよね。うん、できる SNS、過去ラインとかですね。で、ウイルスの差別や悪口をなくす、ね、す、すをちょっと抜いてしまうので、なくすように、えー、学校で見る国が作るビデオ、うんと。なくすように、なくすための、ね、なくすための、 なくすための国が作った、作ったね、国が作ったビデオ。学校で見れる国が作ったビデオ。ね、学校で見れる。はい。はい、じゃあ、そうしたら次、5ページは、スライド5には、これフリーズかどうかちょっとあれですよね。 私、Sultan h a f 見てたら、あ、動いてるな、あ、じゃフリーズしてないという。<laughs> フィナーさん、フリーズかなフィナーさん、ゴーに行ってくださいよ。お願いします。フィナーさん、フリーズかまあ、5は大丈夫なので、フィナーさん、それぐらいで直してくださいね。はい。ありがとうございました。じゃあ次、えバラさん、バラさん、どうぞ。 うん、はい、フィナさん、そんな感じでね。あごめん、ごめん、フィナさん。えっ、ー、と、わかったこと、これ、すごいよかったんですけれども、ではありませんとか、いうふうにあ書かなくてもいい。ではない。えっ、ー、と、できませんでした。できなかったとかですね。もう、普通体で大丈夫。ね、スライドだから、ポイントポイントだけだから、デスマスタイじゃなくて、もう、あの普通体で書いてくださいね。OK? はい。はい。じゃあ次、どうぞ。はい。さっきはごめんなさい、皆さん。大丈夫。はい。今日はサンビルバラです。私は、たぶん皆さん、えっと、あれですよね。アニメーション、ぜひ、ね。あの、工夫してください、アニメーションでね。えっと、今、どこら辺で話してるのかなとかね。 あのマウスで動かさないと私たち見る人がえあこの人はどこら辺で喋ってるんですかねポイント1なのか2なのか3なのかというのがちょっとわからなくなるので特に説明がたくさんの時はね1、うん、つのポイントに説明がたくさんの時はまあ,あのアニメーションもちょっと表にするとか matawa omoji ni suru no ka matawa aeto nani pake huruf tebal to ka chigau iro na no ka to ka ne so iu kufu onegai shimasu douzo bara san dekimasu ka hai 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 dekimasu hai 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 minasan kore mimasu ka Mada. <laughs> <laughs> Hai, coba Oke. Oke. Hai, Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, eh, Muhammad Markus Waranto Masih Mas Kongkawa. Eto. Shikyukai gang no. ya Gang nih cerita. Eto. Kongkawa uh, Gang no kata 最初は多分皆さん、この言葉、この感じがちょっとわかりません。わかりませんが、次のページを説明したいと思います。はい。はい。これ、みなさん、日本には、さっき私は、 ニュ,ースニュースのがんを読みました。このニュースには日本にはがん研究センターがあります。そしてこのガセンターには新しい研究を見つけました。この研究には多分一番のポイントを見てください。ここには母親と子供、男の子。 などうして、母親と男の子あ,あ説明は2番目のポイントを見てください。2番目にはこれ、この漢字の読み方は CQK、CQK、CQK という意味では、インドネシア語でサーフィックスです。サーフィック、Rahim のボンですね。CQK がサーフィックです。 そして3番目のポイントは肺がん。肺がんはインドネシア語でカンカルパルパルです。たぶん皆さんはこれ、関係は何でしょうかなこの関係は、えっと、次のページを見てください。はい。えっと、子宮がんと肺がんの関係。A のところ。 Uh, 見てください。えっと、シキュの母親は ut ut、子供に肺がー、ハイガンを打つと、はうつたはインドネシア語で、マニラカン。それです。だから、えっと、皆さんたちは、えっジョシたちは、えっと、アみトアメトアウズビル・りミンザリック、シキューアタラ、えっと、そして、えと、男の子を、うま、うま、たら、 えっと多分皆さんの男の子は肺がんがあります。そしてこれはちょっと変なんですけど多分男が子宮系がありますのでこのがんが肺に移った。そしてどうしてこの この子宮ューが、おることができますかえっと、ビのあところを見てください。えっと、赤ちゃんが、母親の、あ宮に、あった、がんの細胞をあ、すった、あ、ですから、えっと、赤ちゃんは、母親は、えっと、赤ちゃんを、産むとき、赤ちゃんは、 えっと、子宮にいますね。えっと、子宮の子宮にいるとき、えっと、このがんの細胞を、えー、吸った、吸いました。だから、えー、このがんは母親に子供、赤ちゃんに移りました。そして、<laughs> でも、 皆さんは、えっと、肺がんがあまり危険なので、えっと、肺がんが、手術や薬で治れます。このニュースでは、えっと、1歳から6歳までの子供、男の子を研究しました。えっと、えっと、<laughs> 二、uh, 人には、あの二人には,、uh, 人には uh, 母親が子宮系がありますので、<laughs> えっと、この二人の男の子は肺がんがあります。だから、この研究は、<laughs> uh, おまとめは、uh, がんがつ、uh, ることができます。そして、uh, 帽,子帽子は、<laughs> インニシア語で、うん、ペンチェガハンです。ペンチェガハン。女性たちはこの節を注意してくださいね。ちょっとよく聞いてください。えっと、注意は女性が子宮系がんがあると子供に危険です。とても危険です。危険です。 た多分ここには、えっと、子宮がんの症状を説明します。えっと、あ実は、うん、症,状症状はギジ症状はあちょっと長い時をかかります。うんねえっと、多分ん最初の症状は、えっと <laughs> えっと、女性たちのお尻が 痛いです。そして長いとき長い時、えっとき皆さんは、えっと、白びよき白びよきかなじゃないです。クプティハン。はい、クプティハンです。クプティハンがあります。そして、えっと、月経の時に月経,月経の時間、月経はメンストラシー。メンストラシー。えっと、で、えっと、る血がちょっと と多いです。ちょっと多いです。Uh, そして多分、uh, 突然、急に、uh, 月経時間ないのに、ないのに、えっと、急に、uh, 血が出ます。そして、uh, 皆さんは、uh, <laughs> これは、おるの、他のつることは、 えっとすみませんねえっと結婚結婚前にえっといろいろな人とセック関係があるあるとこのこのがんが皆さんに皆さんにお連れことができますじゃあでも でも、この防止には、えっと、地球あ、すみません、この防止には、CQK がファクチンがありますたぶん、コロナ、コロナだけじゃない。CQK もファクチンがありますこのワクチンには、えっと、一番最高の 通るときは女性たちの結婚前です。結婚前です。だから、皆さんは女性たちは結婚前に一緒に行って、そして皆さんの体を相談してください。そして、シキュがありますあ。あったら、ワクチンを取ってください。そして、次のページな。な 次のページにはお,おまとめです。えっと私の分かったこと、分かったことは子宮がが母親から男の子に移るとあ肺がんになります。そして、竜は赤ちゃんが母親の子宮でがんの細胞を吸いました。そして、 子宮頸がんがとても危険ですから、女性たちの皆さんはワクチンを取ってください。そして B ポイントはもっと知りたいニュース。実はこのニュースのことがちょっと,ょっとどこでも調べません。ですから、 知りたいことは、どうして子宮頸がんが男の子に移ると肺がんがんになりますかそれは私の,私の頭にどうしようどうしてかなと,と言いました。そして、2番目の知りたいことは、何の子に移ると子宮頸がんとか肺がんに2つになりますか それはちょっと知りたいです。そして3番目の知りたいことはもっと研究を知りたいです。多分、日本の研究、日本のがん研究センターのこの研究があります。あります。あると私は知りたいです。そして、インドネシア の関係の考えん。Uh, uh, このことが先に、uh, uh, 聞くことがないので、えっとえっとえっと、皆さんは社会は知らなければならないです。えっと、皆さんは、uh, インドネシアの女性たちは結婚前に医者に行っ、uh, てくださいね。Uh, ですから、uh, 多分、 結婚前にこの子宮頸がんがー子宮頸がんが防止,防止することができます。はい、以上です。すみませんでした。うん、はい、よかったと思います。じゃあちょっとも,もうちょっとあの最初のスライド見せてください。はい、えっ、ー、と、はい、バラさんすごいあのー、ね、 えー、治療ですよね治療病気とかいうあの、うん、単語がねいろいろ調べてあの分かったところが多くなってきたのでもしかしてね通訳の仕事ね医療関係の通訳の仕事が来たらちょっと準備はできたと思いますねそれはすごい良かったと思います、はい、あのカプティハンというのは織物ですね織物にも、ね、織物 Orimono oh, hmm. sabis, hai. Orimono ne, hai. Eh magekke wa menstruasi desu atau ne. wa kanker serviks ya. <laughs> si gan hai. atau new gan wa nyu Kanker, hai. Kanker payudara kalau nyugang itu ya. New Gang atau uh, ah, Hai Gang, Hai Gang tadi kanker paru-paru ya Hai Gang. Eto entar. Nihong Dewa eh Gangkengsing, Gamaitoshi Arimasne sing, ga si arimas, sing. atau pemeriksaan kanker ya itu ditanggung oleh pemerintah jadi uh, penduduknya cuma bayar 500 yen ya satu kali periksa untuk satu jenis kanker ya. So hmm. you eto nan, nan deska, ne? 防ぐために、ね、がんにかかる前に、こうね、早く検査でわかるように、日本ではそういう検診がありますね。はい。で、これは子宮がんですよね。はいえー、子宮が子供に移った。うんと、子供を産むとき、がんが子供に移った。これは OK。タイトルとしてね。で、じゃあ次のスライドを見せて。 はい、こういう時はですね是非 PDF だからちょっとねあのできないので <laughs> アニメーションができなくなるのであの、はい、マウスのマウスの、えー、ポイントを動かしてでも。 いけると思いますね。ねちょっと動かして、はい、次、えー、今話しているところはこう丸くするとかねあの線を引くような動きをしたらよりわかりやすいかな、ね見るかはい。はい、でも、カンファニーはえっと絵がちょっといろいろですから、ちょっと面白いです。うん それは大丈夫だけど今ペペテの形でしょ今、はいうん、で私が言いたいのがじゃあこの画面をどうやって示すのかというのが大事私が今 バラさんが今、話しているところはポイント1なのかな、ポイント2なのかな、というのがみんなわからないんですよね。ポイント動かさないと。<laughs> <ー>ポイント動かしてください。という風に。あ,はいはい、あ、ね。な、母親と、はい、え、おの子、とかね、もう、あの、ポイントを動かしながら、喋った方がいいと思います。ということ。ね。あ、はい。 OK、はいああ。あの、ペペテ自体は大丈夫ですよ。すこのままでもね。はい。で、えっ、ー、と、これ、はいあ、よかったと思います。はい、じゃ次のページ。ージはい。子宮がんと肺がん。うん、これはあ、まあ、子宮がんと肺がんとの関係とかですよね。例えばね。はい、そたら、そはい、うん、との関係とか、うん、うつったこととかを。はいはい おうつううつう、カロウツー、イトジドシ、ヤ、uh,、ジェディ、ガンガ、ウうタコト、ね ?Ga おうつる、コンハツー、ニ、uh, ワ、エ、uh, ト、ジショニー、グルトリムハニー、チョト、シリマシラビマステン、だハラ、ヒラガナニ、カイマシタ。 うん、それは大丈夫。問題ありません。問題なのが、映、うん、るというのが、A、にうるとか、ねが映るとか、うん、ね女子、女子、変えてください。で、B は、はい、えっと赤ちゃんにあったがのを救っ すく、うん、ったこととかね、ことことね、治れることとかですね。あ,<ー>あの、はい、プラスしてください。はい、はいはい、じゃあ、えっ、ー、と、あ、えー、えー、肺がんが、あ、子供は、たぶんあ、消した方がいいかもしれないですね。<laughs> あの、打ち間違いかなあれ。ね。 あはい。そういう、打ち間違いないようにね。はいはい、はい。じゃあ次のページ。はい、次のページ。でも、先生、聞きたいことがあります。はい。はい。えっと、先生はいつも、例えば、これ、直れることですね。しかし、私は直れるのを書いたらいいですか あこれ、治れますかそうですよねく。薬で治れることでいけると思いますよ。はい、こと全部ことにした方がいいと思いますよ。そろえた方がいい。えー、脳の女手はどうですか脳の女手は。あ、あ<ー>女子で治れるこ<薬>、はい、とと、はいうん、薬で治れること、これ大丈夫ですよ。 もうオッケー。もう大丈夫。あはい。治、はい、るはが治るね。で治るとか。でこれぼこれもあのいいと思いますよ。うん。はい。オッケー。これあの文字ね。いろんな色に、えー、と見せてくれたから分かりやすい。ね。はい。じゃあ次のページ。ーはい。 これちょっと多いです。これね、おまとめじゃなくて、おを消してくださいね。まとめ。まとめね。はい、おおはいらない。おはいらないね。わかった。大丈夫、大丈夫。あと、りゅうは、すこった。りゅうは、なになに

日本にはえとこのファクチンがサイドエフェクトがあります。うん、と日本に女性たちは、えー、多分<スー>、起きることができないと、そして、うんあるこ,ことができないです。あ他があります。<スー>うん、そういう<スー>あ悪い影響があるので考えた方がいいということですね。<スー> なるほど。わかりました。ありがとうございました。はい。はい。 ありがとうございます。じゃはい。あ、あのー、画面共有。OK。はい。ありがとうございます。はい、今日はね、二人にいろいろちょっとコメントね、あのー、言ったんですけれども、他の皆さんね、あのー、ぜひまたいろいろ修正して、修正したものを、えっ、ー、と、Google ドライブの方に、えっ、ー、と、皆さん、自分の、えー、任、学籍番号と名前、 ね、そういう、えー、フォルダを作っておいてください。で、その中に皆さんの課題、えー、毎週か2週間に1回か3週間に1回か月に1回あると思うので、その今までの課題をそこに入れてください。これからも課題はもう自分のフォルダに入れてください。ね。はい。で、えっと、ニュースーによる発表は ここまでにしたいと思います。コメント、あのー、みんなに与えるのができないんですけれども、今までね、友達の発表で、あーなるほど、発表の時はそれが大事かな、これが大事かな、というふうに、ちょっと皆さん、あのね、うー自分の、えー、発表の仕方とか、直して、 で、えー、まあ、練習をしてください。で、えっ、ー、と、課題、この課題は、ぜひ、皆さん、各自で、えっ、ー、と、録画してください。ね。えー、ビデオと、えー、PPT のファイルは、そのフォルダに入れてください。OK? はい。じゃあ、そしたら、2つのファイル。これは、うん、先生、いつまでまあ、そうですね。できれば、来週まででお願いします。ね。 皆さんはいビデオの長さはどれぐらいですか皆さん次第はい皆さん多分3分のもあるし5分のもあるしそれは自由ですねはいで、えー、次はですね次はえっ、ー、と日本は、えー、ひな祭りというお祭りがあります 3月にありますでこれの私,た、まあ、私と吉田さんとのトークがあってそのトークを今から見てくださいそして、えー、とコメントに、えー、コメント欄にコメントを書いてくださいその後は来週まで、まあ、ちょっとそれについて議論したいなと思います、ねはい、来週の授業でこの、えー、子どもの日 というか、子供の日じゃないですけどね、ひな祭り、まあ、お祭り、えー、皆さん、インドネシアのお祭り、どんなのがあるかな子供に関するお祭り。また、それも考えておいて、来週は、えっ、ー、と、子供に関するお祭りについて、ちょっと会話したいなと思います。ね。はい。とりあえず、今からは、えー、動画を見てください。で、授業はこれで以上です。皆さん、質問、大丈夫ですか 質問があります。はい。えっと、あの、ビデオの課,え課題についてですが、えっと、私は、えっと、発表のスタイルが、えっと、えっと、普通でよろしいですかまたは、私はある関係ですかですが、えっと、私は、えー、ニュースアンカーみたいな あ<お>大丈夫。自由、うん、自由。そうそう、自由大丈夫、自由。どっちでもいいので、やってみてください。自分がしたい、チャレンジしたい、あの、スタイルでやってみてください。はい、OK、はい。はい、ありがとうございます。 うん。Uh, はい。じゃあ、そしたら皆さん課題を提出して、えー、今日の活動ね、えー、2時半まで、えー、続けてください。ね。YouTube の動画から。リンクは、えー、WhatsApp のグループに流しますので、お願いします。はい。じゃあ、またね。皆さん、お疲れ様。はい、ありがとうございます。さく